平成28年の宇品川町文化協会の新年会を始めたいと思います。本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。去年からは石川県の文化振興事業としての再開を受けまして、その事業も昨年そしてまた今年とつながってやっていく自分でございます。それもまた一人に皆さん方の力がご助力が必要だと思っております。みんなと盛り上げて文化活動に進んでいっぱいたいと思っております。続きましておめでとうございます。今日は、文化協会の新年会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。文化協会の皆様におかれましては、常日頃より町の文化の振興発展にご尽力をいただいておりますことに対しまして、心から敬意と感謝を申し上げます。宇品川町でもですね、町民憲章の方に、豊かな文化の町宇品川を作っていこうと、そういう、標榜がございます。この文化の町を、さらなる、飛躍発展させていくためには、この文化業界の皆様のお力添えが、必要となります。ますますのご尽力を期待しております。そして文化協会全体の発展を、記念いたしまして乾杯します。声高らかにお願いします。文化協会、はい、乾杯。綺麗な人今頃はどこかで誰かを悩ませている。そうだよきっとそうだ。
で。はい、26番。あ、はい、でかいですよ、なんか。21番。でかそう。19番。はい、ありがとう。はい、次はですね、もうお取りください。今日1日かけて作ったんです、僕。はい、20言ってくださいね。25、12番、16、32。はい、持って帰ってください。いや、嫌じゃなかったら持って帰ってください。ゴミ箱に寄せたら僕はとっても ショックです。あ、そうやね、何が入ってる、16番何が入ってるんですか、ちなみに。あ、豚物、フルーツ、幸せ。12番。ではお待たせ、大丈夫、フルーツありますか、まだ。あ、ちょっと待って、フルーツありますよ。ではお待たせいたしました、長女、どうぞ。あー、まかないな。いいですか、フルーツを取れるか。13、おすごい、やった、おさすがですね、すごいわ、持ってますよね。いやー、さすがに言うた通りや、持ってますね。大体の1月は言うことあるよ。7番出ました、ラッキーセブン。1番、顔は広いわ。7番、顔は広いわ。20番、フルーツ、いいぞ。